グロースターの仕立て屋は、ビアトリクス・ポター作のピーター・ラビットの絵本である。グロースターの町に貧しい仕立て屋が暮らしていた。立ちくずは、ネズミ用の服を作るのがせいぜいという苦しい生活だったが、クリスマス前のある日、仕立て屋は、市長が土曜日のクリスマスに行う婚礼のための上着の注文を受ける。布の裁断を終えて、家に帰った仕立て屋は、家の切り盛りをしている。 猫の神キンに最後の金で食料とボタンホールをかがるための穴糸を買ってくるように言う。神キンが帰ってくるまでに仕立て屋は神キンが捕まえて食器の元に閉じ込めておいたネズミを逃がしてしまう。怒った神キンは買ってきた穴糸を隠す。仕立て屋はショックのあまり3日間にわたって病気で寝込んでしまう。クリスマスイブの深夜、神キンは仕立屋の仕事場に行く。 すると、中ではネズミたちが、下手屋の代わりに上着を縫っていた。クリスマスの朝、目覚めた、何も知らない下手屋は、穴糸と反省した新父金を見る。急いで、仕事場に行った下手屋が見たものは、ボタンホール一つを残して見事に出来上がっていた、上着だった。その後もこの下手屋は素晴らしい上着を作り続けた。1995年12月24日に、 NHKBS2 の BS クリスマススペシャルで日本初のテレビ放映が行われた。テレビ放映時の作品はスタジオにセットを組み、VTR 撮影をしたパートとロケーションパートが組み合わされており、物語に登場するネズミたちは等身大の着ぐるみで忠実に再現されており、猫は役者がメイクをした上で無言で演じるなどの意欲作品であった。日本語吹き替えは、 ベテランの声優を起用し、放映時は2カ国語で放映された。主な制作スタッフと、日本語版での放映タイトルは、以下の通り。グロスターの仕立て屋1995年12月24日、NHKBS2 衛星放送にて、国内初放映。本編42分10秒、音声多重放送。ありがとうございます。